はい、どうもこんにちは、こんばんは、りょんです。そしてはい、どうもこんにちは、こんばんは、かまぼこです。はい、ということで、なんで真ん中にやったんかな、うん、さっと戻して、うん、はい、まあ早速ね、なんだっけ、わからなくなったじゃないか。今日は対戦動画です。そうです。はい、で、こっちで使用するデッキが、もう忘れたやないか。あ、そう、トマトソースです。はい、ボツソースです。はい、はい、まあこんな感じかなっていうので組んでみました。ちょっとまだ未完成です。足りないカードあるので、はい、で、そちらが、はい、で、こっちがデミグラスソースっていうのの不死鳥の術、うん、ちょっとよくわかんないですけど、不死鳥の術です。あ、はい。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、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 じゃあ最初はグー、じゃんけん、ほい、なんて、あ、先行。はい、はい、じゃあスタート。はい、いいね、どんどんドヘルチャージしてエンド。はい、ではドローン。いいねって言ってるけど、よくないんだよ。ドローンアップチャージして終了。ダメ。ダメじゃない。すごいアンタップした。モーチャルトチャージしてエンド。はい、じゃあアンタップしてドロー。モーチャルト。クロックをチャージして、2マナ。うん、ドローンアップ。うん、はい、2枚ドローして2枚捨てると。すごい手札これ。どこがアップするんですか？お、どうしよう。クロスファイアと GT 捨てて終了。はい。アタップした。超おい、これやばいんじゃないか。ミドルモルトキングチャージしてエンド。はい、じゃあアンタップしてドロー。はい、これクロスファイヤーチャージして3コストで、うん、プラチナワルスライス嫌だけどね。よし、じゃあこのままバトルに行こうか。はい、アタック時、うん、3枚引いて1枚捨てると。なんだこれは。GT 捨てた、うん。はい、では、出来側からダブルブレイク。1枚、ない。2枚、ない。はい、これでターン終了。はい、どうした。来るのが遅すぎる。アパリティポートボイズ。あ？アパリティポートボイズ。キングを勢いでチャージ。うん。2マナ。エンジェルスゾーン。え、どうぞ。2枚表向きにして、なんかドラゴンをマナゾーンに置くんですけど、あ、よかった。うん、いった。じゃあ今、はい、もう一回エンデルスゾーン。もう一個は強いな。はい。はい。今いい、まとめてにして、そのからドラゴンをマナゾーンに置くんですけど、はい、ビルヘルム。はい。はい。2枚で1枚分ですね。エンド。はい。こういうんじゃないんだ。じゃあ、アンタップしてドロー。デスゲートをチャージ。うん。やるけどね。2コストでアツト、うん、2枚引いて、誰よそんなとこ、2枚捨てると、はい、あと2枚でいいかな、うん、よし、これでバトル。ワルスラでアタック時、うん、3枚引いて1枚捨てると。ではクロックを捨てた、うん、それで、ダブルブレイク。はい、ない、ない、2枚、ない、ターン終了。はい、あと、あれでも墓地が6枚になってしまった。だったね。ということは？ということは？ドローさ、どうしようかな。ビルヘルムチャージ。うん。今な。おい、バグリオ忍法、フィッシャーの魔術。はい、どうぞ。この前戦場、戦場じゃない。場から、うん、2枚カード選んで、こっちに置く。はい。じゃあこれとこれ。うん。その中から1枚選んで、あのバトルゾーンに、火のクリーチャーバトルゾーンに出していいんですけど、これしかないんで、キングで。はーい。はーい。あ、マナブソーなの、足してるか。うん、火のカードが7枚って書いてある。火のカードが7枚あります、うん、やりました先生。あ、で、出たんで封印1枚取れた。はい、はい、よいしょ。これ特攻かけるしかないんじゃないですか。ウェポン考えます。うん、うん、OK 決めました。はい、はい、うん、ガイオバーンと、うん、ギガハートソリュー。 OK いきます。2通り。はい、で、ガイオバーンの効果、うん、じゃあアツトとバトルしたいです。はい、了解。はい、じゃあアタックで、はい、はい、よいしょ。トマトに感じ、はい、はい、じゃあ死んだと、うん、で、あれだよね、ギガハートでスピードアタッカーになってるんだよね。そうそう、ギガハートでスピードアタッカー。はい、了解、はい、死んだら、はい、2度目のバトルの時に、うん、了解します。はい、はい、ガイオバンガよいしょ、ガイオラオウになります。はい、はい、了解。もうスピードアタッカーになってるんで、このままアタックします。はい、はい、じゃあシールドにアタック、ダブルブリック。うん、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 攻撃の後だね。攻撃の後、そう、攻撃の後だから、その、はい、この攻撃が終わったら誘拐できると。はい、そうか、嫌だな。
どっから？こっから？せーい、その辺。何ブレイク？ダブル。ダブル。うん、こっから。ダブル。はい、1枚。うん、ない。2枚。あ、ない。ということは？ということは、小銀の音？はい、了解。大銀河的なものになった。おー、つえ。これもスピードアタッカー持ってるんだよね。スピードアタッカー持ったの。はい。はい、じゃあ、アタック、うん、アタックするとき。はい。はい、超次元ゾーンからコスト10以下の。強いよなそれ。10以下のよいしょ。はい、ゼロハート。じゃあクリーチャーの方、はい、ガリンが出します。はい、はい、よいしょ。じゃあこれでアタック、トリプルブレイク、トリプル、うん、こっから、うん、こっから、こっから、こっから。1枚黒い。いや、なんでもいいや、なんかあればなんとかなるかもしれない。クロック。はい、で、すみません、これ出た時にこれをバトルゾーンに出すなので、直でバトルゾーンに出ているので、これ封印食べますね。はい、すいませんでした。はい、で、はい、クロックと。クロック。はい。で、ちょっと、あれ？え？はい。なんだ？あ、クロックですよ。いいですか？いいですか？はい、じゃあ、タオいただきます。アンタップして、ドロー。サイバーチューンを埋めて、うん。三角袖。うん。サイバーチューンを、3枚。うん。ドローして、キューブリックと、うん、サイバーチューンを捨てたと、うん、で、キューブリックがどこからでも墓地に置かれるときですね、うん、穴ゾーンに、青のカードが3枚以上あれば、はい、クリーチャー1体戻せますと、うん、これそんなわけないよね、これかな、これ、これ、これかな、うん、で、ちょっと頑張りますね。チコストでバインドシャドウ、うん、チコストでバインドシャドウ、うん、で、クロスファイアと、うん、これでなんですが、これね、なんかお互いシールド1枚でターンを返すとシールドにかけることになるので、これは決めに行った方がいいんじゃないかと思います。ちゃんと並べようよ。はい、いっけい、ドン、ダイレクトアタック、いくぞ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 、オルシャックドギャゴン。そう、ここなんだよね、もうここ次第です。これです。はい、はい、よいしょ。お、成功したけど、成功したんで、はい、よいしょ。キンダーカワイホール。はい、ではとりあえず先にこっちにする、うん、キンダム。はい、で、モルネクの方は、モルネクの方モルネクで、まあいいか、うん、いいよ、うん、モルネクで、よいしょ、うん、バトライ角を、はい、出したいと思います、はい、バトライ角と、そうですか。これはもうターン終了で、あのクロック先生にかけるしかないですね。アンタップ。はい。かかった。はい、ドロー。あー、マジか。いや、クロックじゃなくてもいいのか。そうだ。うん、なんですか。だいたいなんかワンチャンあるって言って。え、これが何かによるけどね。もうこいつ次第だよ。エンゼルゾーン的なやつを、はい、チャージして、7番、はい、仲間のカードを引けなかったので、これドロベル、はい、はい、よし、バッチするぞ。はい、はい、じゃあどうしよう、かっこいい方でコーヒーまでアタック、うん、アタック時、はい、角のトリガーでちょっと先にする、うん、うん、まあどっちでも順番は自由だから、うん、ずっと自由。よいしょ、はい、調べ答弁、はい、はい、来ました。よいしょ、ほい、で、うん、大銀河の効果、アタックするとき、うん、アタックするとき、なんか出ます。 OK、じゃあこれダイネクスト、はい、出ました。で、うん、全部スピードアタッカーな、こっちのクリーチャー全部スピードアタッカーにした。まあまあ、これでなってるんだけどね、なってるんだけどね、うん、うん、かっこいいからね。で、うん、ここ、うん、あ、了解ですか。あれ、そっち、え、了解、あ、別にいいよ、うん、了解ですか。よいしょ、はい、はい、で、はい、で、ここ、それ、ここ、うん、いけ、お願いします。
で、どうするんですか？オッケー、じゃあこれせっかく大きくなった。じゃバトルエブシンでダイレクトアタック。3枚2は、うん、はい、はい、ヒルヒルム、どんどんどんヒル、調べ答弁全部出ました。そしてスピードアタッカーにこれ、あれかな、過去一番クリーチャー版に出てるかな、過去の動画で、うん、えぐいな。さあ、じゃあ続きやろっか。はい、じゃあ、バトルエブシンでダイレクトアタック負けたあかん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 、はい、負けました。なんだこれ。まあでもなんか面白いもんが取れたんじゃないかなはい、ということで知らなかった、しんどかった。はい、じゃあまあ負けちゃいましたが、ごちそうさまこんな感じでしたね。はい、これ地獄絵図やなはい、まあなんかまたね、フレミとかあるかもしれないですけど、あったかもしれないですけど、まあまた見直してテロップでも入れようと思います。ということで、じゃあ今日はこの辺で、さよなら、バイバイ。